このチャンネルはご覧の協力でお送りします。さて今日は北海道ガス株式会社函館支店営業グループの中川陽介さんにお話を伺っていきます。中川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今北海道ガスさんとご紹介をしたんですが、もう函館っ子の私にとっては北海道ガスさんっていうよりも北ガスさんっていうのが慣れ親しんだネーミングなんですよね。はい、そうですね。創業を遡ると1911年、はい、明治44年ですね。ですね、はい。最初、まあ、私たちガスというとガス 炊飯でね、はい、使ったり暖房で使ったりということですが、そもそもの北海道ガスさんのスタートはそこじゃないですよね。そうですね、ガス灯からスタートしてますね、はい。ガス灯ってことは明かりってことですよね。そうですね、 今でいきますと、まあ、熱の利用という形になってますけど、うん、昔は明かりとして使ってたっていうのがスタートになります。函館市内にどのくらいあったんですか。一応ですね、約1万7000灯あったっていうふうに聞いてますね。その当時の1万7000灯っていうのは結構な明かりの量だったんでしょうかね。そうですね、なんで函館山からこう見たときに夜景がオレンジ色の街灯に見えるのが多分ガス灯をイメージしてんじゃないかなっていうふうに。ああ、はい、なるほど、はい。その当時ですとまだやっぱりこの西部地区もまだ賑やかなりし時代だったのかなっていうふうに思いますが。そうですね、一応うちの会社は函館支店ですねは今万代町にあるんですけど、はい、ずっとあの場所で営業してるんですよね。であそこっていうのが、まあ、一応工業用地としてっていうのと、一応目の前に鉄道の本線もあったということで、まあ、その他にも国道にも面してたっていう部分で、まあ、立地のいい場所っていうことであそこに工場ができたっていう。ずっとそこから延々112年目を迎えるということですね。そうですね。で元の万代町も函館市ではなかったんで、函館区亀田村っていう、なるほど、函館市以外からガスを供給してたっていう。そういうことなんですね。そうなんです。ちょうど1911年というと函館区から函館市に変わった年でもありますが、はいはい、 そうですね、はい、そのガス灯はもう今は函館市内にはどうなんですか。そうですね、元町公園と、うん、あそこの白熊さんレストラン白熊さんの隣の桟橋のところにもあったんですけど、北海道第一歩の地のところに。そうですね、あったんですけど今はもう撤去されて。なるほど、そうでしたか、はいはい。まあ、そういう、まあ、ご縁もあるのでしょうけれども、はい、2020年ですね、函館市と包括連携という形で、はいはい、契約をされたということですが、はい、これどういうことをなさるんですか。で一応ですね、まあ、函館市と、まあ、当社北ガスで締結したっていうのは、まあ、一応単なるエネルギー利用という部分ではなくて、はい、まあ、町づくりですとか町の活性化に当社が深く関わるという分野も項目の中に入っておりまして、まあ、例えばですね、健康増進ですとか、はい、福祉ですとか環境保全とか環境振興とか、はい、まあ、広い分野で、ご協力、協力しているという形になります。そうですか。北ガスさんはでもその前からさまざま函館市のイベントなどでも、はい、関わりを持っていらっしゃってましたよね。そうですね、関わりとしてはいろんな部分では協力はしてましたね。そんな中でこの函館西部地区におけるまちづくりということで、はい、ちょうど函館市西部地区再整備事業を推進する形で、はい、2021年の7月に設立されました、はい、函館西部まちづくりデザインの出資者の、はい、まあ、一社になってらっしゃる。そうですね、ってことですよね、はい。こちらに関してはいかがですか。函館市の西部の、まあ、再整備事業という形でどんなことを関わりとして考えられるんでしょうか。まあ、関わりとしましてはやっぱりエネルギー会社という部分でいきますと、はい、やっぱり天然ガスの普及拡大というものはあるんですけれども、はいはい、まあ、その中でも、まあ、省エネですとか、うん、脱炭素ですとか再エネですとかレジリエンスなどの、まあ、エネルギーや環境面という部分で、うん、まあ、先導的な役割というのを担っていきたいというふうに思ってますね。はい、この函館西部地区で考えますとやっぱり古い建物も結構ありますよね。ありますね。そうするとその、まあ、ガス管というんですかね、
新しく住んでる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、そこを再利用して、まあ、この町を生かしていこうという取り組みもありますから、はいはい、そういった中ではその再整備事業に関わっていくとなったらそのガス管の問題とか、はい、新しくガスをどうするかということも深く関わってくるんでしょうかね。そうですね、やっぱり函館の西部地区というのがうちのガスの始まりという土地でもありますので、なるほど、実は、道路の部分にはガス管というのは結構埋設されているんですよね。へえ。じゃあ都市ガスの普及率でいきますと、はい、今でいくと西部地区だけでいくと約 77%、 お結構高め。高めなんですね。高めです。あら、はい、でもその中でも人口減少とか高齢化、少子高齢化とかでやっぱり人が減ってきてるっていう部分で、そこをうちとしても何とかしたいな、まあ、協力できるとか協力したいなっていう部分で本当出資 してるっていう部分もございますね。あ、なるほど、そうですか、はい、今、まあ、新しい方々が結構この地区移住してきてらっしゃる方も結構多いって聞いてますね。多いですよね。はい、はい、そういった方々にとってはやっぱりこの憧れ の場所というふうにやっぱり何人かの方にお話聞くと言ってくださるんですが、そうですね、はい、そういう意味では、まあ、もちろん函館市全体に関わっていらっしゃることだと思います、はい、新興住宅地として開発をしていくという、はい、そういう取り組みの中でもさまざまなことをしていらっしゃると思いますが、はい、北海道ガスさんとしてはここ、はい、北海道も全体もそうですけども、はい、各地域の中で特にまあ函館ということを全体で考えたときに、はい、これから先にこういうことをしていこうというような考え方っていうのは何か終わりなんですかね。まあ、ちょっと函館市だけでもないんですけど、はい、まあ、一応エネルギー会社としまして、やっぱ地域との連携による、うん、まあ、地産地消のエネルギーモデルの構築、ここっていうのもやっぱり考えながらちょっと進めていきたいなというふうには思ってるんですよね。なるほど、はい、今現在こう西部地区のまちづくりということで、はい、競争サロンというのが行われています、はい、中川さんも、ね、そうですね、参加して参加しました、はい、いただいててでそんな中でやっぱりこう古くから住んでらっしゃる方と新しく、住んでいろんなことをしたいという方々が共に一緒に町を作って、はい、共に作っていこうという競争サロンという形なんですが、はい、その辺の取り組みの中で、はい、例えば中川さんがこれからこういうことがあったらいいなと思っていることって何かありますか。はい、そうですね、まあ、私もちょっと家建てで十何年経ってますけども、はい、土地探すときにはやっぱこっちの方とかも見たんですよね、はい、本当はやっぱりこっちもいいなっていうふうに思ってて、なかなかいい土地がやっぱり空いてないっていう部分で、あ、なるほど、本当はちょっとこっちにもちょっと検討はしたんですけど、はい、もう16年も前ですけど、でもそういった意味では、まあ、土地はなくてもその古い建物とか、はい、そこの場所をこう利用しながら暮らしていくっていうことっていうのもやっぱり考えられますし、はい、あとやっぱり土地を、ね、含めて建物と土地を売買するという方もこれからまた増えてきて、はい、増えつつあるというふうにお聞きしているので、はい、そういった面ではやっぱりこう函館全体を考えたときには一つの町をやっぱりしっかりと、そうですね、はい、作り込んでいくっていう、はい、人の生活を保っていくっていうことが必要になってきますよね。そうですね、そうですよね。さあということで、まあ、これからも函館市の町づくりで、まあ、特にはこの函館西部地区っていうのは人気の場所なので、しかもスタートの場所ということなので、はい、私的にはリクエストしていいですか。はい、やっぱりガス灯どっかに一つ欲しいと思います。そうですねちょっとどなたに、支店長にお願いします。そうですね、ちょっと私の方からも本当ですか高橋支店長に言っといて無茶ぶり申し上げますということで、これからもまたどうぞ様々な形でよろしくお願いいたします、はい、お願いします。今日は北海道ガス株式会社函館支店営業グループの中川陽介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。このチャンネルはご覧の協力でお送りしました。